トラキアと現在の国境線トラキアは、バルカン半島南東部の歴史的地域名。現在は3カ国に分断され、西トラキアがブルガリアの南東部とギリシャ北東部の一部に、東トラキアがトルコのヨーロッパ部分となっている。古代ギリシア時代のトラキアには、インドヨーロッパ語族に属する言語を話す、トラキア人と呼ばれる民族が住んでおり、独自の文化が栄えた。 彼らは様々な小部族に分かれていたが、南のギリシアから様々な影響を受けて国家を形成することもあった。近年、特にブルガリア領内でトラキア時代の遺跡発掘が進み、黄金文明と呼べるほど大量活成功な金細庫が発見されている。紀元前6世紀頃からトラキア地方にはギリシア人の植民都市が建設されたが、 ペルシアのアケメネス朝が領域を広げると大部分はその支配下に入った紀元前4世紀に西のマケドニア王国によって征服された。その後一時独立を回復するも南部は共和制ローマに支配され、ほぼ現在のブルガリアに含まれる北部もローマ帝国、東ローマ帝国の支配を受けた。キリスト教が広まるとともにスラブ人が侵入して、 言語的にはブルガリア語とギリシャ語が主流になっていった。また、4世紀からトラキアの東端部にあるビュザンティオンがローマ帝国の新首都コンスタンティノポリスとなったことから、トラキア地方は首都近郊の重要な地域となった。一時はブルガリア帝国によって大半が支配されることもあったが、14世紀以降ガリポリからダーダネルス海峡を渡ってきた。 オスマン帝国の勢力が浸透し、東ローマ帝国のトラキア地方における中心都市アドリアノオープルは、オスマン帝国の都へディルネとなった。オスマン支配の下ではトルコ語を話すムスリムが退去して、住み着くようになり、民族的、宗教的な根拠、根重がさらに進んだ。1878年、オスマン帝国の衰退とともに北部に東ルメリ、自治州が置かれ、 1886年に先にオスマン帝国から独立していたブルガリア公国によって併合された。その後も大部分はオスマン帝国の支配下に残されたが、20世紀初頭のバルカン戦争、第一次世界大戦及びキド戦争により、エディルネイ北はブルガリアに、エブロスカワイ星はギリシャ王国に割上され、残る部分はトルコが確保して三カ国に分断された。 東は黒海、南はマルマラ海とエイゲ海で海によって隠される。西はマケドニア地方、北は古代にもエシアと呼ばれていた地域である。名称及び主要な都市は以下の通り。いずれの国でもトラキアは現在も地域名として用いられており、トルコにはトラクやニーベルシティシー、ギリシャではデルタイタミウカッパロータウイプシロニオタ。 パイアルファーニューイプシロンパイ,イオタシングマタウミューヨタシータローカッパイイタブルガリアではと三国ともに自国領のトラキア地方の中心地にトラキア大学という名称を持った大学がある。ありがとうございます。